海老名市国分時代一丁目と綾瀬市早川の間を通る神奈川県道406号線神奈川県道406号吉岡海老名線は神奈川県綾瀬市吉岡と神奈川県に海老名市国分南を連絡する一般県道である神奈川県道407号杉久保山線と同様神奈川県道43号藤沢厚木線と 神奈川県道40号横浜厚木線を南北に繋いでいる。また、区間のほとんどが綾瀬市と海老名市の市境になっている。国部坂下で国道129号や東名高速道路厚木インターチェンジと連絡している。神奈川県道43号藤沢厚木線と綾西交差点で神奈川県道45号丸子中山茅ヶ崎線と連絡している都市。 計画道路綾瀬市道9 5 5早川、本立川線に接続しているため、交通量も多い。海老名市国分時代では、住宅地内を通るため、生活道路として利用されている。綾瀬市内の五社神社前の一部区間は一方、通行であり、起点側から来た場合は通行できないのため、手動を迂回する必要がある。ありがとうございます。